私の86です、実はこの車オーダーしたのは昨年の9月の時点です。まだカタログもない時オーダーしました。そして来ました。そしてあちらこちら走ってますが、今ボネット開けてエンジンを見せびらかそうと思って見せます。この車は 2400cc 2.4 リッター水平対向エンジン、ポルシェの水平対向エンジンと同じタイプです。そして新車のオーダーの時にいろいろ頼むことがありましたけども、ウインタータイヤも準備してあります。それからアンダーコート、サビの防止です。ボディパネルですね。カルバリは砂と塩と石をバンバン冬場巻きますから、その小石が前の車から跳ね上がったのが私の車にぶつかりますから、車のボンネットの前の今指さしてますが、これは前面に全部、プロテクティブフィルムっていうのを貼ってあります。そして下回りのアンダーコートもサビ防止も全部済ましてあります。はい、見えますね、プロテクトのフィルムですね。傷防止です。石が飛んできて車にボディに傷がならないようなカバーです。自慢してます。いいでしょうこの車。ジジイの旅の配信です。よろしかったら皆さんチャンネル登録、高評価ボタンをよろしくお願いします。ありがとうございます。